銀座の黒川です。今日はエルベシャプリエという、モデルさんにも人気のブランドのバッグをちょっと新顔をちょっと鑑定正解はこちらが本物でこちらが偽物になります、では細かい点を見ていきましょう。まずは本物ですが、まずこちらのタグ、こちらしっかりした、刻印が入ったものになります。でこちら偽物なんですけども、こちらですね、普通のタグになりますね。実際こう見るとしっかりした作りにはなるんですけども、こう見ると部分的にちょっとおかしいなって思う部分がありますので、そちらをちょっと細かく説明していきます。まずはポイント一つ目として内側の縫製ですね。こちらまず本物なんですけども、しっかりこちら縫製されていますね。縫い目もまっすぐで綺麗に仕上がっています。次にこちら偽物ですね。ぱっと見わかるんですけども、縫製が荒く仕上がりも雑になっています。今回は一つだけご紹介させていただいたんですけども、ロリンザでは日々こういった心眼鑑定の勉強をしていますので、皆様安心してロリンザをご利用ください。次回はまた面白い動画をアップしますので、ぜひ期待して待っていてください。ありがとうございます。